お疲れ様です。ちょい黒生活1日目、寒いっすね。とりあえず今日128148に絞ってまたやっていってみようと思います。寒いな、しかし。こんななんか動いてるやついるんかな。今回のスタートは128。じゃあ、あと前回ロックのプレートなくなったんで、とりあえず軽かったのハンドルつけてきたんで、見た目悪いっすね。プレートあるかと思ったら台湾用のプレートしかなくてつきませんでした。ここあったっけな。水綺麗だな。夏にこれぐらい綺麗だったらいいのにな。ちょっと沖の方から足元は見えないんで、沖の方から探っていこうと思います。ああ、雪マジか。風があるから寒いわけじゃなさそうですね。スローに巻いていきます。カクカクなるね、128でね。と S 字の幅が小さくなるようにしようかな。にしても寒いな。まあ、おらんよね。ああ、どうしようか。もう穏やかだよね。見えるかな？映ってるかな？映るんかな？めっちゃボトムが見える。ひれば魚もすんなり見えるレベルでクリア。日が差してるからな、シャロー入ってても良さそうだけどな。フィードエリア狙おうか。ゆっくりだけど沈めていって、ボトムより30センチぐらい上かな。まあちょっとボトム取れんけど、イメージでゆっくり動かす。あー、この距離でも見えるな。フィードエリアが変わったら回収。ちょっと刻んで通してみます。ちょっとね、スローな展開になっても取っていきたいから。あ、見えるな。魚が出てきても分かるレベルだな。うん、だから手っ取り早く178とかの方が良かったかもしれん。でも溜まってるとこ絶対8個だな、目視できる範囲で。他につく要素がない。うん、ちょっと178取り行こうか。タックルとちょっとウィードの中から出してくるにはもうちょっとボリュームがあってもいいかな。この沖の方にもウィードあるっすね。とりあえずタックルトリック戻ります。はい、じゃあ準備できたんで148じゃない178からやっていこうと思います。あー、ちょうどいいぐらいの沈み具合っすね。
僕はこの時期動き動向よりもレンジキープしやすいくらいでウエイトを張ってます。あの考えるのめんどくさいんで、この位置張ったらこのぐらい変わるとかそういうんじゃなくて、もうレンジをキープするためだけにウエイトを張る。まあ出てくるわけはないか。まあ、他にもウィードがあるからその辺に入ってるんかな。今日の朝ねちょっと雪降ってたから、まあ動けてないだろうな。昨日より寒いし、まあでもジョイクルで釣っていくってなったら足元入ってきてるやつをサイトで狙うより沖の、まあねサーチができないから目に見えるつきそうなところを打っていくしかないんで、この時期はもうちょっと、もうちょっと安定してくれたら動けるやつも出てくると思うんだけど、はあ、この間にあれですね、キャスト部分だけ切ってもらってDC 音を堪能してもらいましょうか。どうする？ボトム置いてみる？反応ねそんなに厳しいかよ。148をざっと。これ沈むんか？ああ、沈むね。もっと沈んでもいいな。まあ、178よりちょっと上のレンジ通すか。もうちょっと右側のウィードちっちゃいのがあるからあっちも通してみようか。多分高さそんなないっすよね。これボトムから30センチぐらいの高さだと思う。だからまあバス1匹入れがいい方かな。この隣はそいつがジョイクロに反応してくれると信じてやってみます。どこだっけ。あー、あの辺っすね。178ちょっと148もうちょっと早く沈めてもいいかな。はい、いやーちょっと波だって見えんな。ちょっとここにもねウィードあるんで上通す感じでやっていこうと思います。ああ、引っかかってる。ああ、ビードかかった。ああ、割と手前の方にもあるんだね、あれ。あれ、魚じゃね？割とビード残ってるっすね。ダメ。どうしよっかな。向こう、反対側ちょっと歩いてみようか。さっき姿見えたやつもいるし、慎重にあっち入っていきましょう。はい。反対側来ました。沖にもボトムに水草あるんで、ここもさっきバスが動いてたラインの近くを通してみようと思う。
嫌すぎて、いくらでもいくらでもね、ちょっと抜けられそうなんで、止めないぐらい動かし続けてます。はい、ちょっと大きなウィードボーっと眺めてたら動いてるやついたんで、ウィードの山からウィードの山をね移動してるやついたんで、ちょっとマグナム入れてみようと思います。これもフローティングモデル、沈むぐらいウェイト貼ってあります。もしかしたらルアーが嫌で逃げてる可能性の方が強い。けどそこ岩入ってるからこの辺回りたいやつかな。お、違うんか。え、違うんか、今のバイトじゃない。うん、バイトじゃないということにしとこう。バイトだったらショックだからな。やっぱりあの沖のウィードついてるやついそうですね。うーん、魚の曲がってるところは分かったから、ちょっと日が落ちて見えにくくなったな。いやー、ちょっと一匹まあまあのやつが動いてた。178ただ巻きしてみようかな。やっぱね、こういうスピードで巻くってなるとウエイト変わってくるんですけどね。まあそのまんま行っちゃいましょう。チェイスはないっすね。ほら出てきた。あそこか。あそこに着きたいんか。うん、動いてますね、あいつ。動けてますね。40後半ぐらいかな。で、真ん中のウィードの山に入って、最初投げてた大きいウィードの塊に行く。そこ置いとくか。178。この辺からアプローチして、その手前のウィードの塊に、置いとこう。こうかな。はい、ちょっと待ちます。多分こういうルートで回ってるんだと推測してます。多分ね、わからん、全部を見てるわけじゃないけど、あっち奥から手前に入ってくるのは見てないから、多分手前から奥に行って左の方回って戻ってきてるんだと思う。わからんけどね、推測推測。いいね、この距離でもルアーが確認できるから、まあ安心はできないけどボトムも狙っていけるよね。はい、ちょっともう一回入れ直します。どのぐらいのテンポで回ってくるかわからんからな。いや、あれか、あれ魚だ。違う、右から戻ってきてる。どういう風にしたいんやかなか、わからん。
察するか。まあ、大きさが嫌なのかな。一応確認してみようか。沖だから難しいよな、距離感もだけどレンジもね、ちょっと分かりづらいところはあるっすね。寒っ。こんだけ日が落ちちゃうとライトコンディションここまで変わるとさすがに見えんな。軽すぎ。明るい色のレンズだとシルエットがはっきり出ないっすよね。マグナムをフィードの方通してみてます。エビってます。あ、おった。反応はしない。目の前通っても反応しない。それジョイクロで取れる魚じゃないってことか。奥のウィード行ったんで、ああいう分けてたやつ尺ファンとかで一発あるかもしれんよな。あ、どうしよう。148を捨てて尺ファンにしとくか。はい、尺ファン。沖のウィードちょっと漂わせる感じでやっていこうと思います。水温がこれウエイト張ってたかな。多分張ってない。スローシンキング、違う、スローフローティング。ゆっくり。マグナムで反応しなかったからサイズ上げるのは違うと思う。なんで尺腕なんですかってなるとね、あっちの奥のビードから魚を出していきたいから。ただそれだけ。引っ張って出すんじゃなくて、言い方悪いけど、イメージは沖のウィードを尺腕で荒らす感じ。荒らすっていうか、まあちょっとストレスをかけて追いたくないなって思わせたいから尺腕がいるんだ。だからこの状況で尺腕で釣れると思っては投げてない。プレッシャーをかけたいだけですね、簡単に言うとね。このサイズのルアーを見た後だったら、なんだろう、人間と同じで錯覚を起こしてくれんかなっていうのも期待してる。はい、ちょっと
と急にサイズ落とします。178、人間からしてもね、全然急に大きさ変わるんで、きっとそれは魚にも効果あるんじゃないんかな、知らんけど。ちょっと色変えてみるか。白、これ多分一番見やすい色じゃないかな。ちょっとサングラスがいけ。ああ、もういけんな。こっちだと真っ暗だな。シルエットは見えるけど、もうこっちか。ちょっとさっきよりウエイト軽めだから。糸も垂らして。ダメか。ちょっとシャロー見てみよう。多分ね、ジョイクローのサイズ、色違いだけでやっていくとしたら、こういう感じがメインになっていっちゃうと思います。まあね、シーズン的に、着腕で寄せて、小さいサイズで食わすとか、そういうんじゃなくて、まあ多分分かる人にはもう分かると思うんで、あんま深くは説明しませんけど、まあこういう感じの展開になってくるんじゃないかなと。この冬の間。はい、ちょっと向こうの方を見てみたんですけど、今日はダメそうっすね。うん、次ちょっとこの辺重点的に、でも尺腕から通していくぐらいの勢いでやってみようと思います。はい、まあ動けてるやつが確認できたんで、はい、今回も最後まで見てもらってありがとうございました。寒い。ちょっとまあなんか姿が見れただけでもちょっと進んだかなと思うんで、できれば春までに初バスを釣りたい。まあ投げてて面白いから今年1年ジョイクロ投げ続けてみてもいいんですけどね。それはさすがに動画的に面白くないんで、なるべく早く頑張ってジョイクロフィッシュ釣ろうと思います。はい、じゃあまたね、最後まで見てくれている方だと思うんで、ついでに高評価も押しといてください。はい、タックル紹介でね、ものすごいたくさんの高評価もらえたんで、うん、新年早々やる気が出てるんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。